おざし。えい。野口です。あ、どうも野口です。急な飯してる。おざまーす。飯中に打つなよ。スリーセブンリアル。スリーセブンリアル今回してるんですけど、ね、ついに所持金213万を超えるという。すごいな。最強っすね。現実やったらええのにな。お前それだけは言うなよ。現実213万マイナスだよ多分。うまい。なんか思いついたよな。うん。またね、社長がこれご馳走してくれてるんですけど。いただきますって時にさ、ターンと食べって言ってんこいつ。言ったよ。ターンってなんなんやろなって。もう今頭の中でぐるぐる駆け巡って忘れられへん。ターンが。エンターキーの。寿司限定やん。これお前。あ、そういうこと？いや寿司に対してじゃないやろ。寿司ができた時ってターンって音する？せんな。シャリぶっ壊れんなそれ。あれエンターキーの音やな。うん。不可解な効果音やなと思って。なんかの略とかはたんまりとか。たくさん。おお、たくさんをバリ早口で言ったらターンになるんだよ。うん、ごめん。ちょっと嫌か。ちょっと嫌やな。嫌って何？うん、大丈夫。これほんまやったらなんか、あ、わさびか悩んでんの。ごめん、俺のわさびや。やめてよ。ごめん、わさびまみれやもらば。全部サビ抜きなんかいいよな。うんととかもよくわからんから。うん、確かに。ちょ、ウニ俺あげるわ。ん、ウニ食わんの？うん、ウニ3つ食っていいでしょ。え、なんでウニ食わんの逆に。なんかこのウニあんまやねん。うわ、来たこいつ。下声とな。うまっ。めっちゃうまいけどな。うまっ。じゃあ今みっちゃんはお腹壊してるんで死んでます。そうやな。かわいそうに。いや、でもターンぐらいやばい効果音はないな、他には。あ、ほんま。いや、ザクッとかわかるやん。まあまあまあ、そのまんまの音のやつはな。スン。あ、立ち上がった時に、うん、すく、あ、立ち上がった時のすくはちょっとわからんな。すんもわからへんね、それで言うと。まあ確かに、こう、急に白くなる時のすんとかな。うん、シーンってなぞっちゃう。うん、うん、まあ広がらんな。全然広がらんな。ただ気になるだけやん、これ。仲いいのにな。うん、で結局俺スリーセブンリアル回してるから調べられへんし。調べろよそれは。忙しいわ。調べて。一回調べる。うん、すくすく育つも結構怪しい。あ、まあまあまあ。ターンと焼津の方言。あ、そうなんや。うん、使用例が遠慮しないで、うんうん、ターンと食べるさよ。バカやサファリが。全然調べたかったもんが出てこない。結局ターンとのほんまの語源はわからんわ、うん。でも方言ってことはでも普通にそういうことじゃね。擬音じゃないってことやろだから。うんうんうん。たくさんの意味ってことやろ。東京とか行ったら人ターンおるなこれみたいなってるとか。ああ、でもなんかそういう感じっぽいな、みたいな感じじゃん、うん、田舎もんからしたらみたいな感じなの。そういうことなのかな。あ、方言とか結構そうなんだ。方言って言われたらもうそうですかしかないもんな。うんうんうん。まるんでいいもん。確かにな。なんかあれよな、俺ら間違えてんのがさ、昔の人そんなちゃんと賢くて作った言葉なんかあんまないんちゃうかな。なるほど。タントとかもさ、スクとかもシンとかなんかノリで決めてんねやろなって。うーん、俺はノリで決めたことにさ問い詰められても何も答えられへんやん。ノリやしみたいな。だからネットにも載ってへんのちゃうかな。デジキャラってどうやってできるんですかと一緒やん。怖いな、ノリやもん。いや、そうやわ。言葉作ってるやつも結構陽キャラやったんやな、そういう古典感して。だいぶ軽いノリで。うん。いや、俺ちゃんと厳格な理由がないとですねみたいな感じはなかったという。うん。これに悩んでんのもうこれ無駄なんや。決着ついてもうたわ。あれ、まだ3分ぐらいな気すんねん。あ、ほんま？ノリやねん、たぶん。いっぱいっていう意味。語源は？ターンとは回転することちゃう。間違えた。古典的な。めちゃくちゃ間違えたわ。もうってネット難しい。語源側な、もう数量が多い様とかしか出てこない。いや、分かってんねん、それは。微妙にちゃうよ、俺らが思ってることで。語源でそれが出てくるの。うん、語源はだから、あ、タジログでタジタジとか。うんうんうん。まあ、汗るで汗汗。ああ、そうだね。汗の方かもしれない。ああ、そっかそっか。魚で魚魚やもんな。魚魚ってなるやん。どうやろうな。魚、魚天の魚か。魚天の魚ちゃん。そうやわ。ほんまに魚やと思ってんな。怖いねんけど。もっと大きい声喋れやん、お前。なんやお前。腹から声出せ。うん。すごいな、今の本気なんや。だから地方の洋キャラが考えた言葉や。寿司食ってるからであって会話がぎこちないわけなんだ。すいませんな、カメラ回すタイミングもちょっと悪かった。ちょっと申し訳ないですね、普通に。まあまあ、でもこういうのがいいっていうお客様もいらっしゃる。
サブっぽい、うん、サブっぽいで全部片付いちゃうよ。あ、じゃあ寿司あれ減塩醤油醤油減塩やでこれ、まあ、減塩熱いな減塩醤油今最初寿司って言ったん腹からうるせえってお前さっき何やったっけ半笑いにしたやつ半笑いにしたやつ何やったっけあれなんかりょくんの言ってること半笑いで聞くこと多いねだから多分ここが多いな多分なだから内部シーンが嫌いなのやばい過激派やなんでなんな腹で笑われるほど喋ってないんですいや、これを寿司はしゃあないよいや、それ間違えたけど、まあ、素で間違えたけど、まあ、わざってやってる時はあるわけですよ、うん、なんかちょっとでもこの場がおもろなったらいいなと思ってやったらさ、お前ら半笑いでマジレスしてくんのやめてもう喋らんとこってなるやんじゃあなんかその、このガチ間違いの方が割合が多いからさ確かになそうなんかなとミスってる方が多いとこれ食わないですかこれあ、マグロ痛いでいいですか いかないですかサーモンあげるわ誰かいやあじゃあサーモンいたうんエビ食うでこれでもそのエンタメ精神は本当に素晴らしいよないやすごいよ本当に素晴らしい急に褒めちぎり出したけどいやそれバランス保とうとしてるいつどんな時でも絶対に笑いを取ろうとする姿勢はすごいよほんま俺こんな人出会ったことないもんそうかさすがにないなんかおもろいことしようとはなるけどいやーでもすやけど、まあ俺がおもんなくなるからなすやからすごいな、だからうん、うん、無理してるわけちゃうやん、うん、確かにな一日おもろいこと何もせんといてって言われる方がきついやろまあどっちか一日中ずっとおもろいことしといてと、うん、おもんなくおってってやったら多分無言はいけると思うねんけど、うん、絶対俺チンポとか出すで無言で無言で無言絶対おもろい絶対無言で今日はもう何もおもろいこと言わんといてって言われた、うん分かった、知ってんのおもむろにおもろにチンポラシャーセフリになってんもんなもう生活するみたいなあるで結局そうなってまうねん病気なんやな一日中何もおもろいこと言わずに過ごすことあるからさ俺は結構それが普通やからな、うん、体調悪ならへんなならへんね全く喋らんこともあるやんやっぱりあれは別に何もダメージないもううんうんうんまあ俺らは別に大丈夫やからな、うん、確かに普通の人が来た時になうん、ほら、困るんだからいつもの生活ここでしてもうたらほんまに一言も喋らんからさうん、確かにだいぶ厳しいやんサオリに来ても喋ることないもんなあんまりなそうやな、それこそほんまに、うん、あいつこの間家遊びに来て桃鉄しようってあいつが言い出して途中で唐揚げ君にコントローラー渡して袋入って寝やがったこれはほんま、外役やん桃鉄途中で抜けんの一番罪深いいや、一番だるい資産とかまんまあんま稼げてない時にやめんなよ途中でなんでドロップアウトすんねんそこでいい状態ならまだしもまだしもな微妙に3位ぐらいの時にカラエ君に渡してあいつの手腕に頼るみたいな意味がわからんってな感じですはい食べ終わりましたいや寿司食い終わるまで今から撮影もあるんでね、まあ、そうあともう一個テーマあったんですけどバナンのまあそれはまたまたいいもんでいいんじゃないですか別にこっからこの流れはだいぶしょうもないなと思うんですけどまあもういいよ、うんエビアレルギーやからさエビ食べると耳の奥めっちゃ痒なんねんけどでも今日は食うてるやん食うてんねんけど喉の奥が痒い気がするそれ失礼なんじゃんやばいかなほんまにやばいんじゃんエビアレルギーほんまにやばい気がするいやそれで窒息死する人とかおるらしいから息できんくなるとかやろ重たい人はそうああだからちょっとやばいかもしれんマジで俺のがもカニ食って顔2倍ぐらいまで膨れ上がってええアレルギーの時やばかったあるらしいからなそういうの放課後ティータイムです気ぃつけやあのさ、まあ、俺ら世代の話やねんけどさ、うん28、9ぐらい。まあ、6、7とかでもいいわ。あれ久しぶりに会うやつ俺やん。大学時代のやつとか。まあ、そうやね。まあ、主に大学時代かな。そいつらまあ、3、4年ぶりとか、5、6年ぶりに会うやんか。でもう、最初の挨拶がさ、俺はほんま基本それやねんけど、うわ、久しぶりやーってなってさ、うんうんうん、お前マジで変わってないなーって。うんうん。で、その後普通に飲んで喋っとっても、いや、相変わらずやなーみたいな。うんうんいや、そらそうやわ俺毎回言われるたびに思ってたんよそれ大学時代からそら変わらんやろあんまり逆に何が変わんのっていう話になってくるうん言われるやろだって俺らぐらいさあん時とだいぶ生活スタイルが変わってしまったとはいえ人間味に関しては1ミリも変わらんやろお前 YouTube やってるけどなんか相変わらずで安心したそらそうやろ逆に何が変わんねん YouTube そっていうあなるほどなるほど逆に言ったらそのこうなってないっていう意味、はいはい、意味でもあるんだかもしれんまあその変な方に行ってまう人もおるかもしれないまあなるほどいやほんまこの俺らの世代だったらようあるんですよこの変わってんなマジでみたいなそれ100キロ太ったとかやったらさ変わるけどさいや見た目の話してるではないんよなでもそのたまにめっちゃ変わってるやつ
そう、ほんまその1% ぐらいの確率でな。そう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 、なんか服装の系スタイルとか色々が全部変わってしまったみたいなやつ。めっちゃ太ってるとかめっちゃ可愛くなってるとかな、おんねんけどさ、うん、でも、まあ、顔とか雰囲気とかだけ見たら絶対変わってないやつばっかりやん。でも変わってないことがさ、まあ、珍しいことみたいな感じで言ってくるやん、うん、全然これみんなに言うてるやろ普通に。あ、でもあれやん、成人式で会った子とかは、うん、あ、俺らは特に、うん、もう小学校以来会ってない子たちやから、うん、うわ変わったなーってな。そうやん、全員にやっぱ当たり前やけど、うん、なるから、うん、だからそれもそらそうやろっていう変わる時期やから、ね、小学校の時期そらそうやろな、変わる時期に変わったなって言われてあんま変わらん時期に変わってないなとはそらもうそうやろっていう。確かにねそうやな。だから別にこれいらんのちゃうかなと思ってさ俺会話の中でこれ考えらしてから別にええ気もせんくなってきた。社会人デビューとかもまあまあごく少数おるわけです。うん、まあそうやな、まあそうやね、確かに盛り上がるやつもおるかな、うん、変わったなってやつな、急にたまにおるけど、髪の毛めっちゃ長かったやつが社会人になって短髪になって、真面目にバリバリ仕事してます。まあそれは確かにちょっと変わったなってなるかもしれんけど、でもまあそれも大体就活でそうなってるからな、すでに、まあまあ、うん、あんま変わったなってならんのかもな、うん、就活がもうほぼ社会人の姿やから。であれちゃん、その出会った初っ端の第一声の変わってないなは見た目の話で、うんうん、途中で来るやつは中身の話、うん、中身の話、はいはいはい、そう、その両方をもう言ってくるやつがおるわけよ。変わってないならええけど、いやーマジで変わってないな変わってないやと言わんでええよな、確かにね、うん、多分言うことないんやろ、それ言うタイミングが毎回酒一杯飲み干した後にこうグイって言って、いやマジで変わってないなって、これを俺何回も見たのよ最近。喋ることないんちゃう。まあその説あるよな変わらんよ。仲良かったやつ、深い仲のやつほど久々に会ったら変わってないなとは言わん感じはあるよな、うん、ああまあそうやな。どうすか、一緒に乗ったのが当たり前やから、うん、久しぶりに会ったりしても別にその時の感覚で付き合えるやん、うん、変わったなとはならんわな。あ、でもなんか変わったなって言われたで俺最近、白川に会って久々に。おお、スカキュンめっちゃ丸なったなって言われた。まあまあでもそれはそうやなあー、トゲがなくなった。そうそう、トゲがなくなったって。そうなの、それはそうやなと思うけど自分で。へえ、そんなことないっすけどねあ、ほんま、うん、トゲまみれ、うん、全然あの一人で切れてる時とか怖いなだいぶなくなった方やと思うねんけどな。トゲまみれだいぶなくなったよ。でもいやな、そっか、うん、人として変わったの結構あれかもな。そうやな、今良くも悪くもって感じやろうけど、それは、うん、でも良くは確かにほんまになん、そうやな、ほんまに何も変わらんのかな。やってることも一緒やもんな、全く変わらんし、まあ、カズリーに関しては全く喋らんかったからあの時どういう人やったかって分かってないっていうのもあるしあんま分からんやつ。いや、なんか普通になんかヒョウ柄で透かしてるやつっていうだけやったからさ、最近よう喋ること増えたけどな。変わらんな、確かにな。それもやけどさ、昔は尖ってたけど丸なったみたいな、うんうん、まあ、それもまあそうやろって年そうやからな、確かにね。そうじゃないとやばいやろ、まあまあでも尖らんやろ、まあ、それはまあそうや全部やっぱなるべくしてなってるもんに対してそうなったんやっていう。久々にやって尖ってるやつ見たことないそれで変わらんかったら怖いな。ええ感じに年取ってみんな粛清されていくよな、そういうところはな。でもなんか昔の動画とか見たら全然ちゃうで俺ら。まあまあ確かに違うんかも、うんうん、別人まるでって感じやから。このチャンネルの昔の配信アーカイブとか見ると面白い。うん、面白いな。全然なんかちょっとちゃうんよ立ち回りが。確かに、ちょっと気合入ってた。いや、なんというか、まあ、なんか良くも悪くも若い感じは、若いノリが出てたな。そうそうそう、まあ、こんななんか真面目に語らうみたいなことあんまなかったもんコメント読んでなんか「ええー」みたいな、1万人から10万人ぐらいの発展途上期とか、はいはいはい、ああいう感じのところはなんかこう変化が見て取ると面白いな。うーん、あ、確かに確かに。あの旧レジハウスでありましたね、そんな。うーん、あの時週1でやってたからな。そうやな、恐ろしい配信ペースやな今考えたら。一時毎朝やってたからな、うん、もう挑戦もしなくなったなお前ら朝起きようとすることも。俺が起きてますよ。まあ、打ちたいだけなんですけど言うてしまうとな。今日諦めてないよ今日さ、もうそれ軸やんお前ら。朝さ、10時10分からある打ち合わせがありまして、それ昨日の夜に俺が明日10時10分打ち合わせがってつぶやいたら、うんうん、そう、打てへんやんけ打てへんやんけいや、せやけど確かにそれ待ちやったけど確かに今日言ってないもんな。今日言ってないです。この後行きますよね、うん、結局やっぱ皆さん言われても、まあ、当たり前のことなんで。それ逆にでも反応は何が正解なの。反応、それ言われた時の
どうしてるいつも。ああ、まあそんな変わることもないやろっていう。いや言ってる言ってる言ってる伝えてんねや。一応言ってんの。そう当たり前やろみたいな。そんな尖ってない。そう思ってんすよ。その思ってることは、いや当たり前ちゃうそれって言いたいねんけど、でもせっかく向こうがさ、褒めてくれてるみたいな、ないトーク振り絞ってさ、抽出したらお前変わってへんなんで、そのレスはやばいやろと思って、うん、ああまあまあ確かにな、変わる方が珍しいんちゃうみたいな、それな確かに俺が急に髪の毛20万だったら変わったなと思うけど、いつもの俺やでみたいな、そんな感じで収まるかな。褒めて当たり前やろって言うって言うと、当たり前ですけどねなるほど、そうやろっていうかオーンで終わる。オーンが一番やばいって。オーンちゃうね。オーンは一番やばい。白川にその変わったなって言われて確かにとはなったん。確かに、うん、丸なったなって言われて、あマジかーってちょっと悔しい的な感じだったけど、まあ今もバリバリ頑張ってますけどねみたいなのは。あなるほどね。うん、そういう感じは。うん、まあ今でもむちゃくちゃ性格悪いなとは思うねんけど自分自身を、うん、でもまあ昔よりはマシになったなとは思う。あれ丸なったででもさその。うんそういうところだけでもないやん。そのただただ口悪かったとか、うん、その荒々しかったんが丸になっただけでもないやん、まあ、そのなんか考え方とかさ、あ地に足ついたというかさ、みたいなところはあるわけ。人間として落ち着いたみたいな話か、考えまとまりだしたみたいなね。あ、それは確かにあるかもしれない。丸なったというこう固まったみたいな。まあ結構でも YouTube やる前っていうか、まあやってから最初らへんとか2年目ぐらいまではまあなんかこれおかしいやろみたいな、これ間違ってるやろみたいな、なんでこんなんやねんって思うことすごい多かったけど、やってるうちに、まあ、こう言ったこいつにはこいつの事情があんねやなみたいな、もうやっぱりこうコメント欄とかでめちゃ目にする機会が増えて、あじゃあしゃあないかみたいな。そうやな。でこのトゲが出ることがほんまになくなっていったなとは自分自身は思う。うん、多様性じゃないけど、まあ、こういう人もいるから、経験したから。そう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 、それはやっててすげえ良かったなと思うことやな。うん、だからまあ一種こう仙人のような感覚というか。そんなええもんちゃう。まあまあ悟りに近づいてくる。まあこのこのコメントくれてる彼もね、まあ大変辛いことがあったんでしょう。まあ私から牙を剥くことありませんと、うん、そういう状態もあるよなみたいな感じで思うこと、うん、幸せに生きてくださいとなったりするんですね。まあそこの捉え方は変わったな。変わった変わった。ほんまにこんなやつ終わってるやんみたいな感じの極端な振り方してたけど、そうとも言えんな。うん、ただそれはもう一種仕事ができるようになったみたいな感覚というか、まあまあまあいろいろ覚えていって今が成り立ってるみたいなね。でもまあ見た目と根本はあんま変わってない。そうやな、それはそう。逆にこっからいつ変わったなって言われるんやろな。いや、言われへんのじゃないよ。45とかね、変わってないって言われるのかな。老け込んだらやっぱりそうなるじゃん、うん、いやそれでさ、いや変わってないなと思えって言われたらさ、うん、いや変わったやろってなるけど次は認めろやとそのタイミングいつだやろ。くるってなる今この時期だ。先月も見たあいつと40歳ぐらいの時あって、うん、いやお前変わってないなみたいな。いや変わったでしょ。さすがにそれは言うわ。いや変わったでしょ。喋り方それになってる。いやなるほど。あ変わったよ。早いよ。ガラガラだね。読んだよね。いや無理やろ。俺もどこで声があるか分からんけど、そろそろ終わりや。さっきちらって言ったけど40って全然若いでみたいな言ってなかったっけ。そうや。言ったな。35か。35なんか全然若い。40なってもこの感じなんかな。いや、多分40はまだ全然やと思うで。いやそうなんかな。だからね、これに顔にちょっとひび入ったぐらいの感じになってくる。まあ多分、ね、それこそさ、まあ、ケアなり今からしてれば、うん、40でも全然多分、うん、そうな。でも黒木さんが60ってのは信じられない。確かにそれはそうやな。そういうレベルだ。まあまあでも業界におる人ってやっぱそういう節やすな。あだからもう年取れば取るほど変わらないことに価値が出てくるんで、多分ね。確かに。でもそのおっさんになった時のお前変わってないなぁは、まあ、見た目じゃなくてなんかその能力的な、そうやな、そういうとこやろ、まあ、そうやな話だな。でもあれやん、美容系の話で言うとその同い年でむっちゃおっさんなやつおるよな。いや俺全然おる全然おる。そのなんかあれやな、なんでなんやろってぐらい老けてる子さ、変わったなというかその変わってしまったな。言われへん変わったやつは。いや老けたなーとかやっぱ言われへん。そういう時期でもあるし、確かに体型も変わってくる時期やし、ね、だよな、ぼちぼち、うん、一種やっぱ社会人の付き合いでめっちゃ太ってもハゲてもでストレスでとかね。しかもなんか若かったら暴飲暴食しても別に全然太らへんけど、うん、そろそろそれがもう無理になってくる時期でもあるわけ、うん、まあ俺とかも太ったし、うん、って考えるとやっぱそういうのはあるやろうな。だいぶ膨らんだな。
前回の効果音のやつとは大違いや。ちょっと頼むは限界あったな。もうちょっと具体例が欲しかったよな。確かにな。スカゲンの一発で気になってしまっただけっていう。これはでもずっと思ってた、ほんまに。まあ相変わらずやな。必ず痛いっすよね。もう俺らぐらいの年になると若く見られる方が嬉しい年ですから、うん、それはそうっすね、うん、例えば見てくれてる人はさ21歳から31歳になる、その間に俺は28歳から38歳になるわけや。向こうは10年間俺を押してくれてたら10年間俺も同じ4つでありたいよ。そうやな、うん、だから頑張らなあかんなと、うん、11から31がまあもうほんま変わらない、多分この法則でいくと。そうやん、だから結構多分学生の子とか多いと思う、おっさんになるの怖い子多いと思うけど、あんま変わらないんだ、いやほんまに知らん、この後は知らんけど、うん、とりあえず27、8ぐらいまではまあ全然変わらんよって言ってあげたいかな。22とかでさ、いやもうジジババですわみたいな言うてるやつらな、うん、俺らの方はもっとジジババやし、なんやったら同じことをずっとこの年まで言い続けてる。あと女の子もずっと可愛くね、これぐらいの年まで。そう、あのね、うん、可愛いねの、ほんまにほんま綺麗やで、うん、これぐらいの年の人って。だって今逆にさ、20歳とか、まあ18、19の子とかでもそうやけど、うん、大人っぽい子とかも年分かれへんやん。そうやな、中学生なんみたいなのおるもんな。やばい、俺高3の子とか他に来てくれた時とかも、うん、意味分からんぐらいもう、うん、え高校生なんみたいな。そういう意味でも変わらんよな、だから、うん、若い時から大人のふりをできるから、うん、余計変わらんままいける。で、まあ、あれか、垢抜けてない可愛さみたいなんだけはもうないかなって感じの。確かにそうやな、まだ田舎っぽい、もう天然みたいな感じの可愛さは確かにこの年になるとないかもしれない。あ、それはやっぱね、思うわ。そうね、それはそうやな、うん、オフ会に来てくれる子とかでそれ思ったりすんねんけど、うん、あ、まだ垢抜けてなくて可愛らしいなって思ったりすんねんけど、うん、そう、だから案外変わらんから、結構今のスタイル確立してないと自信持ってな、ずっと生きてほしいなと思うけど、うんうん、でもあのあれなよ、多少なりともさ、みんなそうちょいちょいは変わってるわけやん。俺出会ってきた中でさ、よう考えたらこいつほんまに1ミリも変わってないやつは女って言うんだけどさ、唐揚げ全く変わらない。確かに1ミリも変わらんのね。そうやな、サイズがちょっとなんかこのやつだけ膨らんだりね、そうなるそれだけやもんな。何も変わらんの、あった時からあの感じちゃう、そうやなっていう、まれな人間もいるというお話でしたんですけど、奇妙なお話で。怖いなぁ、え、怖っ。怖いっすよ。大串もあんまり変わってない。大串、大串か。あいつも体重増減してるだけ。デフは変わらん。